応仁の乱と国一揆一柿津の変後の八代将軍足利義政の時代将軍権力の弱体化に伴って有力守護家や将軍家に相次いで内紛が起こったまず畠山氏に家徳争いが起こり畠山持国のこの畠山義成が畠山持富畠山政長親子と対立したまた 芝氏にも家督争いが起こり家督を継いだ柴義門と家臣の芝吉利が対立した次いで将軍家でも家督争いが起こり足利義政の弟の足利義美と義政の子の足利義久を推す義政の妻の日野富子が対立したそして当時幕府の実権を握ろうとして争っていた山名持豊と 細川勝元がこれらの家徳争いに介入したことで対立が激化1467年戦国時代の幕開けとなる応仁の乱が始まった守護大名はそれぞれ山梨の西軍と細川氏の東軍の両軍に分かれて戦い主戦場となった京都は戦火に焼かれて荒廃した東軍は将軍帝を占拠して 足利義政、義久、義美を出中にしたが、義美が西軍に走り、東西二つの幕府が成立した。応仁の乱は、戦いに疲れた両軍の間に和議が結ばれて終戦を迎え、守護大名の多くも両国に下ったが、騒乱は、その後も地域的争いとして続けられ、全国に広がっていった。